ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ、魔理沙。もし、私が江戸時代にタイムスリップしたら、ちゃんと、人並みに暮らせると思う？どうだろうな。霊夢の金銭感覚とか、並外れた食い意地を考慮しつつ、シュミュレーションしてみたらどうだ？面白そう。それにはまず、江戸時代の物価とか、庶民の年収とかを知っておく必要があるな。ということで、今回は、江戸の物価事情と庶民の年収、意外すぎる生活費についての話をするぜ。ということで皆さん、最後まで、ゆっくりしていってね。まずは、年収とか生活費の説明の前に、江戸時代の貨幣の単位についての話をしていこう。時代劇を見てると、小判以外に色々あるみたいね。銭形平次が投げるお金は穴が開いてるし、必殺仕事人で、たまに中村モンドが夜泣きそばを食べてお金を支払うとき、四角い小銭を出してたような気がするわ。そうなんだ。当然、紙幣はなくて、貨幣は、金、銀、銭の3種類があった。金は、いわゆる小判ね。そうだ。で、金貨には、両、部、朱と3種類ある。へぇ、小判だけでも3種類あったのね。で、一部金が4枚で1両、一朱金が16枚で1両だ。なるほど、じゃあ、金貨はどうなの？金貨には、貫、文目、分の3種類だ。金の場合は、分、っていう単位になるのね。金貨は、単純に枚数で数えたが、金の場合は、重さで価値を測って使われていた。具体的には、どんな比率だったの？金貨の重さ10分で1文目だ。で、重さ1万文目が1貫になる。なんだか、ややこしいわね。まあな。だから江戸時代は、購入するものによって、代金を金貨で払うもの、銀貨で払うもの、銭で払うものって区別していたんだ。ちなみに、金と銀の交換比率は、その時その時で相場が変わるけど、江戸の中期から後期で、だいたい、金1両が銀60文目って感じだ。はぁ？わけわからなくなってきたわ。まあ、このあたりの話は長くもなるし、本題から離れていくから、この辺にしておこう。じゃあ、具体的にその、金1両で、どんなものが買えたの？わかりやすく言うと、金1両で米が1石買えた。1石って、何キロ？約140から150キロだな。じゃあ、それを基準にすれば、今の貨幣価値に換算できそうね。そうだな。今、一般的に食べられている米の価格は、だいたい、10キロ3000円だとして、それが150キロ分になると、3000円かける15で、4万5000円になる。じゃあ、1両4万5000円ってことね。だいたい、イメージができてきたか？なんとなくだけどね。まあ、あんまりややこしく感じないように、その都度、現在の金額とか貨幣価値で示してこう。あと、江戸時代って260年もある。その間に、いろんな理由で、貨幣価値や物価が変動している。今からいろんなアイテムの物価を例に挙げていくけど、時期によっては、換金率が変わっているから、あくまで目安だと思ってくれ。わかったわ。その当時の庶民にとって、そのアイテムの値段が高かったのか、そうでないのかがわかれば十分よ。庶民の年収って言っても、職業によってかなりの差がある。それは、今と変わらないわね。例えば、よく例に挙げられる大工だと、棟梁もいれば、見習いの職人もいるし、料理人や、商売人にしても、新入社員と課長、部長とで収入が違うように、スキルによって見入りが違う。都会住みと地方住みでも差がありそうね。そうだな。例えば、江戸には、ある時期になると、ムクドリと呼ばれる、出稼ぎの人たちがやってきていた。確かに、そういう人たちも庶民よね。ムクドリの人たちは、雪が降る地方の農民の人たちなんだが、出稼ぎしなきゃ暮らしていけなかった、いわば、収入の少ない方の庶民だ。じゃあ、多い方の庶民って言うと、やっぱり商人かな？確かに独立開業してる商人なら、才覚一つで豊かな暮らしができるが、奉公人だと、男性で年3両、女性で年1両だ。ってことは、1年働いて、たった14万足らず？でも、衣食住、すべて勤め先が賄ってくれる。その上、商売のスキル、知識を身につけられるし、人脈も築ける。他には、どんな職業があったの？武家奉公をしてる人もいたぜ。え、武家奉公？侍の血筋じゃなくても、庶民でも武士に仕えることができたの？ああ、江戸時代の武士って、格によって絶対に部下を養わなきゃいけないっていう決まりがあったんだ。だから、行事によっては、馬に乗らなきゃいけない時もあるし、奥方が外出するときは、カゴに乗らなきゃいけないときもある。で、お抱えのカゴかきを雇うわけだ。なるほど。社長の送迎用の運転手的な仕事ね。その日当が、200文。文？文って、もしかして、千の単位？そうだ。ざっくり計算して、200文はだいたい6000円だと思ってくれ。じゃあ、奥方様が外出好きで、毎日外出してくれたら、1ヶ月で相当、稼げそうね。
ああ、当時の建築土木系の職人の日当が3000円から5500円ぐらいだったから、武家専属のカゴかきは、身入りのいい仕事のように思えるだろ。でも、カゴかきと大工さんとじゃ、実働している時間が違うでしょ。大工さんたちは、どのくらい働いてたのかな？急ぎの仕事ではない限り、1日実働4時間程度で、年間294日働いていた。ってことは、日当5500円とすると、年収は160万ぐらいってことね。サービス料はどうだったのかしら？ほら、江戸時代って物売りが多かったんでしょ？ああ、長屋に惣菜とか魚とか、野菜とか売りに来るっていう行商人だな。売ってるものによって格差があっただろうけど、野菜の行商だったら、1日1000から2000円ぐらいの稼ぎだったそうだぜ。となると、大工さんたちと同じ日数を働いたとして、60万弱ね。たったそれだけの年収しかないなんて、1年なんてとても暮らせない額だわ。霊夢、決めつけるのはまだ早いぜ。当時と今とじゃ、物価が違うんだからな。そうね、じゃあ、次は暮らしにかかる費用について聞かせてちょうだい。暮らしにかかる費用、つまり生活費ってことだな。じゃあ、霊夢が若さと愛らしさで勝負する行商人になったとしよう。何を売ろうかな。好き勝手に何でも売ってもいいわけじゃないぜ。ちゃんと、幕府から鑑札をもらわないと商売できないんだからな。そうなのね。好き勝手に売り歩いてるのかと思ってたわ。手軽にできる商売だから、体の不自由な人や高齢の人が優先的に行商人の鑑札をもらえたんだ。体力があり余って、バリバリ働ける人は、違う仕事をしろってことね。じゃあ、何を売るかはおいおい考えるとして、まずは、住むところをなんとかしないと。行商で生活を立てるような人が住むのは、表通りに面して建てられた表長屋じゃなくて、裏長屋って呼ばれていた、裏通りに建てられていた小さくて狭い長屋だ。お家賃はどのくらい？1ヶ月、800文、だいたい2万4000円。もう少し、新しい物件なら1000文で約3万円だ。収入の半分が家賃で飛んじゃうわ。ちなみに、日当たりが悪くて、鍵なし、風呂なし、トイレなしだぜ。うぅ、厳しい生活になりそう。夜になると真っ暗になるから、火を灯さないと。そうか、光熱費ね。そういえば、私の長屋って台所はなくても、かまどはあるんでしょ。ご飯や味噌汁を作るための薪もいるわね。とりあえず、照明用の魚油が、1ヶ月分で約4100円。お風呂は毎日、入りたいわ。じゃあ、お風呂屋代が毎日、60円かかるな。あ、それから霊夢。その髪型で生活した方がいいぜ。日本髪を言うと、またお金がかかる。せっかく、江戸時代にタイムスリップするんだから、日本髪を言ってみたいわよ。いくらかかるの？髪結いは280円だ。え、そんなに安いの？それぐらいなら、頑張って捻出するわ。あ、悪い。これは男性の髪結いの値段だった。え、ちょんまげってこと？あ、でも大丈夫。男装の美少女っていうコンセプトで行商するから。でも、やっぱりかなり節約しないとダメそうね。せめて、美味しいものを食べたいな。安くて美味しいものって、何かある？野菜は無農薬、魚は近海物。豆腐にしても、国産大豆 100% だ。もしかしたら、食べ物の味は今より美味しかったかもしれないぜ。って、考えれば豆腐もありがたく思えるだろ。そうね。で、豆腐はいくらだったの？豆腐一丁は、56から60文だったそうだから。今のお金で言うと、500から600円ぐらいだな。あれ？さっきと換金率が違ってるわよ。カゴカキさんの話の時は、1文30円だったわよ。時代によって貨幣の価値が変動するんだよ。江戸時代の値段じゃなく、現在の物価の感覚で、値段の高い、安いを判断してくれ。そうね、それに伴って年収も変動するだろうしね。それにしても、1丁500円だなんて、いくら国産大豆 100% でも高くない？でも、今の豆腐の4倍くらいの大きさなんだぜ。だったら、味も大きさも、京都の湯豆腐屋さんレベルの豆腐ってことね。じゃあ、納豆は？納豆は、ぐっとお値打ちで40円だ。でも、まさか、味なしで食べたりしないだろ？そうね。味噌とかお醤油が欲しいわ。あと、塩も欲しいかも。塩、味噌、醤油、それから料理をするための薪代が、1年で約11両。今の金額だと44万円かかる。年収60万なのよ。そんなにコストがかかるなら、自炊しないわ。一日の稼ぎの中から、安くて美味しい店を探して外食するわ。で、たまにお寿司なんかを食べれたらいいな。一人暮らしなら、その方がいいかもな。ちなみに当時のお寿司は、今みたいな高級品じゃない。寿司屋のほとんどが店を構えていない、いわゆる屋台だった。しかも、当時の江戸の寿司冷蔵技術なんてないから、食材が腐らないように、素で締めたり、濃いタレで煮込んだりしたものをシャリの上に乗せていた。美味しそう。それで、どのくらいの値段で食べられるの？一つ4文から8文だ。
今の金額に換算すると、120円から240円になる。一番高いネタは何だったのかしら。やっぱり、大トロ？いや、それが当時の人は、マグロの大トロが美味しいとは思わなかったそうで、大トロの部分は捨てていたらしい。もったいない。当時の牛は、現在の牛の2倍から3倍くらいの大きさで、たくさん食べるようなものじゃなかったと言われている。今の牛の2倍から3倍？コンビニのおにぎり並みの大きさね。その大きさだったら、そりゃたくさん食べれないわよ。あ、私、スイーツもたまには食べたいかも。だったら、砂糖水が80から120円。串団子が一串50円。大福餅や桜餅1個が40円だ。お風呂に行くのと、あんまり変わらないのね。ってことは、お風呂を我慢すれば、お江戸のスイーツを食べられるってことね。住む場所の相場と食費について、だいたい、イメージできたか？そうね。でも、素っ裸では暮らせないから、着物や下駄が欲しいわね。下駄は、靴と同じでピンキリがあった。と言っても、50から100文だ。今の金銭感覚だったら、いくらになるのかしら。だいたい、500円から1000円ぐらいだろうな。着物はどうだったのかな？霊夢の生活レベルで着物をあつらえるのは、夢のまた夢だ。いくらぐらい必要だったの？単物を買って、あつらえることになるから、時期にもよるが、一旦10文目が相場だったらしいから、1文目2000円だとすると、単物だけで2万円ぐらいだ。そこにあつらえなら、縫い上げてもらわなきゃいけないのね。収入のことを考えたら、新品は相当な贅沢品だわね。じゃあ、リサイクル品なら？古着だな。古着なら、1着2000円から4000円ぐらいで買えるぜ。それぐらいなら、買えそうね。じゃあ、お休みの日は何をしようかな。やっぱり、歌舞伎見物だろう。そうか、今、活躍している歌舞伎俳優さんたちのご先祖が見れるかも。でも、霊夢のレベルだったら、立ち見の席が精一杯だろうな。玉の贅沢だもん、一番高い席でVIP対応で見るわよ。桟敷席か？記録によれば、歌舞伎の桟敷席は、金35から40文目。現在のお金に換算したら、2から3万円ってとこだな。ランクダウンしたら、どれくらい？一般席で、1000円だ。マリサが言ってた、立ち見席は？激安の100円出すくらいの小銭で買えたぜ。それなら、何回も見れるし、お得ね。あ、そういえば、この当時ってお相撲も一大エンターテイメントだったのよね。相撲は、歌舞伎同様、なかなか高価だぜ。元禄時代だと、桟敷席が金43文目。ざっくり金1文目を2000円だとしたら、約8万、6000円だ。お相撲の桟敷席って、今でも高価だけど、この当時もそうなのね。私は、立ち見でイケメンの歌舞伎役者を見に行くことにするわ。それがいいぜ。まあ、江戸時代、女性は相撲見物が禁止されてたから、霊夢が見たいと思っても見れなかったんだけどな。ところで、霊夢は、肉体労働するんだから、体が資本だ。でも、病気になることもあるかもしれない。イケメンと恋に落ちて、身ごもるかもしれない。そう言われたら、確かにそうね。江戸の町医者って、どのくらいの値段で見てくれるのかな？霊夢、実は江戸時代の医者ってのは、なろうと思えば誰だって医者になれるシステムだったんだぜ。え？それって、医師免許とか資格とか、いらなかったってこと？そうだ。だから、一言で町医者って言っても、腕も知識もピンキリだ。でも、将軍様とか大名を診察するお医者さんなら、腕は確かでしょ？あ、でも、庶民は見てもらえないかな？それは、大丈夫だ。庶民でも、お金さえあれば、幕府御用達の名医に見てもらうことはできた。確かに生活費の中に医療費は発生するわよね。で、名医の診察っていくらぐらいかかるの？御殿医に往診を頼むと、約51万2000円かかる。うっかり病気にもかかれないわね。じゃあ、町医者は？もっと、リーズナブル？いや、江戸草書という書物の中に、当時の医者の診察料について書かれているんだが、町医者の診察料は、金10文目から15文目。だいたい、2万円から3万円が相場だったそうだ。じゃあ、お薬代も高そうね。薬代が3日分で15文目、3万円ほどだな。往診を頼めば、初回が金22文目5分で、4万5千円だ。病気にかかって、自力で治せなきゃあの世行きってことね。どうだ？タイムスリップして、人並みに暮らせそうか？とてもじゃないけど、無理だわ。そうか。霊夢が江戸時代でどんな行商をするのか聞きたかったのに、残念だ。っていうか、タイムスリップ自体が無理だったわ。確かにそうだな。ということで、今回の動画はこれまでだ。よかったらチャンネル登録や高評価をしていただけると、動画制作の励みになるので、よろしくお願いするぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。